2020年に銀婚式を迎えた。山口智子さんと唐沢俊明さん。二人のラブラブぶりは有名で、子供がいないのが不思議なくらい。その理由を調べてみると、耳を疑うような話が飛び込んできたのです。山口智子さん。1964年10月20日生まれの現在57歳。栃木県栃木市の出身で、身長170センチ、血液型は A 型。最終学歴は、青山学院女子短期大学の家政学科を卒業。アラカンには見えない、その美しさは。性別を問わず、ファンも多く。大ヒットドラマ、ロンバケが終わってから、しばらく休業状態でしたが、最近では NHK 朝ドラ、夏空や、月9ドラマ、監察医、朝顔などに出演して、一味違う存在感を醸し出しています。そんな山口さんは江戸時代から続く、ホイアスという由緒正しい旅館を経営する一家の長女として生まれます。3歳年下の妹さんも生まれ、旅館を経営する両親と祖母と妹の5人家族でした。しかし、そんな一家に事件が起こります。山口さんが6歳の頃、両親が離婚したのです。原因は父親の浮気でした。母親は山口さんと妹を連れて、長野の実家に帰ってしまったそうです。慌てた父親は何度も謝りに訪れたそうですが、最終的には離婚してしまいます。山口さんは大好きなおばあちゃんに会いたい一心で、なんとたった一人で長野から祖母のいる栃木まで電車に乗って行ったのだそうです。その一件で結局祖母の元で暮らすことになった山口さん。それ以来、山口さんと一切の関係を断ち切った母親にすれば、自分ではなく祖母を選んだ娘のことを許せなかったのかもしれませんね。まさに壮絶な過去を持つ山口さんは、ついには20歳の時に祖母と養子縁組をし、正式に祖母が母親となったのです。ですが、後に再婚した父親は、なんと2005年に急逝してしまうのです。当然ながら、後継ぎ問題が浮上。山口さんに継いでほしかった祖母ですが、母親や祖母の苦労を見てきて悟ったことや、このままずっと決められたレールを、走ることに耐えきれなくなって、推薦で東京の大学に進学して、在学中にモデルのバイトを始めた山口さん。若手の登竜門の東レや初代アサヒビールのキャンペーンガールとなって注目を集めると、23歳の時に NHK 朝ドラ、純ちゃんの応援歌のヒロインで女優デビューして、一躍お茶の間の人気者となります。しかし、女優になったのは、決して前向きな理由ではなかったのも事実で、皮肉にもデビューが旅館の女将の役だった偶然に、山口さんはどう思ったのでしょうか。後に、夫となる唐沢俊明さんと、この作品で共演して、やがて交際に発展。その後、トレンディードラマのヒロインを演じて、高視聴率の女王と呼ばれていましたが、次々と舞い込む仕事をこなすだけの毎日に、疑問を感じていた山口さんは、とんでもない事件に巻き込まれるのです。1992年の暴漢未遂事件です。山口さんの自宅マンションに、宅配業者を装った2人の男が侵入。叫び声を聞いた唐沢さんが応戦して、事なきを得ましたが、これで交際が発覚。そして、2人は7年の交際期間を経て、1995年に結婚。実は、山口さんの結婚後に父親も再婚し、5歳が若女将となりますが、2005年5月に父親が心不全で急逝したばかりでなく、多額の負債やメインバンクの破綻などで、2005年8月には旅館はついに廃業。栃木の祖母は5歳が見てくれていましたが、今度は5歳が脳梗塞で倒れてしまい、山口さんは、
祖母の介護のためにヘルパーを手配したり、よく帰省したりしていましたが、最愛の祖母も2016年に96歳で他界しています。しかし、一つだけ良かったのは、母親や妹と再会できたこと。家族の絆を信用していないと公言した山口さんですが、父の葬儀後、妹と34年ぶりに再会を果たし、その後、母とも和解しています。2007年には妹とセレクトショップをオープンしたり、翌年には母を山口さんの個人会社の代表取締役に就任させたばかりでなく、母と妹に都内にマンションを借りてあげたり、少しずつ家族の絆を取り戻しているようです。現在57歳となった山口智子さん。今でもよく話に出るのが、仮面夫婦説や子供がいないこと。それに関して山口さんは、ある雑誌のインタビューで、自分は特殊な育ち方をしたので、血の絆を信じておらず、ずっと親になりたくないと思っていた。私は子供のいる人生とは違う。人生を歩みたいなと思っていた。また、あえて子供を望まなかっただけで、そのことに関して一片の後悔もない。とまで言い切って、多くの女性から共感を得ることになります。女優業を休業状態の時に、妊活に励んでいるのでは?と、いろいろと噂されますが、そうじゃないの。子供欲しくないんだ。最初から、そんな人生は望んだことはないのよ。楽しむことが使命ではないですか。命あるものの。という山口さんの言葉に世の女性たちは、山口さん素敵すぎる。かっこいいと、しきりにいいねしたものでした。当時としては、そんな山口さんのぶっ飛んだ考え方を、受け止めて尊重した唐沢さんの評価も、当然、うなぎ登りになったのは、言うまでもありません。実は、唐沢さんも山口さんに負けないほどの、複雑な家庭で育っているのです。今日の自分は、過去の自分のおかげ。と、自分の黒歴史すら隠すことなく、公言するので有名な唐沢さん。本名は唐沢清。1963年6月3日生まれの現在58歳。身長は175センチ、東京都台東区の出身。最終学歴は台東区立下谷中学校。両親に兄と弟の5人家族で、美濃輪という下町で育っています。学校の通知表にいつも書かれる言葉は、落語家になりなさいだったほどの、ひょうきん者だったそうです。しかし、唐沢さんの父親は真逆で、お箸の持ち方まで厳しく言う性格で、しかも短気で横暴。夫婦喧嘩や DV が絶えず、中学生の頃から俳優に憧れていた唐沢さんは、16歳で東映アクションクラブに入り、高校まで中退してしまいます。ある日、両親の喧嘩を止めようと、思わず親父が出て行けばいいんだ、と怒鳴ってしまった唐沢さん。その直後、なぜか、あんたが出て行けばいいのよ、と、母の怒りの矛先が唐沢さんに向けられ、その後、感動され家を出て以来、両親とは絶縁状態になり、再び実家に帰ったのは結婚した時でした。当初は、コンビニのバイトやキャバレーの客引き、スーツアクターやイタリア戦闘員などを演じる毎日、ライダーマンの中の人だったのは、あまりにも有名な話です。そして、1992年のドラマ、愛という名のもとにで大ブレイクし、引っ張りだことなった唐沢さん、おいしんぼの山岡志郎や、白い巨塔の財前五郎など、当たり役にも恵まれ、演技派の俳優として、揺るぎない地位を築いた唐沢さん。ですが、こんな噂を聞いたことがあって、自身が父親からの虐待を受けていたことから、虐待された子供は自分の子供にも、同じことをすると聞いたことがあって、子供を作ることを諦めたという噂もあります。
インタビューで一番の宝物を聞かれると、山口智子と即答した唐沢さんは、山口さんと毎晩手をつないで寝ているそうです。そして、そんな唐沢さんに山口さんは、こんな私を選んでくださってありがとう。そして、一つだけ願いが叶うとしたら?と聞かれて、山口さんは、好きな人と同じ瞬間に死なせてください。と答えたそうです。まさに究極の言葉すぎます。いかがでしたか?あなたはどう思いますか?山口智子さんと唐沢俊明さん。夫婦になるべくしてなった。そう思えてなりません。それではまた次回お会いしましょう。